クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。ダビデ詩音子です。今日は喜びを感じた瞬間をテーマに、今回の白馬キャンプのお話をさせていただきたいと思います。教会で毎年持たれているの白馬キャンプですが、今まで私はこのキャンプに約20年近くほぼ毎回参加してきましたし、参加することをごく当たり前のことと思ってきました。ですが今回のキャンプは、もうすぐ2歳になる娘を連れて、また、私の旦那さんは仕事で行けないということで2人旅をすることになりました。今住んでいる京都から白馬に行くには片道6から7時間かけて電車を3回4回乗り継いで行くことになります。考えただけで気が遠くなりそう、正直言って不安がありましたが、お祈りしていく中で神様がこのキャンプに導いてくださっているのを強く感じました。ですがそれに加え、今回は休みが取れるかという状況もありました。というのには、仕事では有給休暇の制度はありますが、今毎月のように子どもが急に発熱、体調不良で保育園から呼び出しがかかり、有給休暇をどんどん消化してしまっている状態です。ですからこれ以上休みが取れるかというのも大きな問題でした。これは実はキャンプの直前になって夏季休暇が、有給休暇と別にもらえることが判明し守られました。しかしさらにはキャンプの2日前になって娘は39度を超える、高熱を出し、今度は無理かもとなりましたが、お祈りしていく中でその日のうちに熱は引き、体調も問題なくキャンプに参加することができました。こうしていくつものハードルを超えて参加したキャンプでしたが、いざ会場に着いてみると、久々に会う優しい友人たちが娘のお世話を、入れ替わり立ち替わりでしてくださり、娘は始終嬉しそうにしていました。数年ぶりに会う方も多く、それぞれの場所での神様の体験談を聞くこともできました。そして、私は久々に安心してゆっくり教会のプログラムに参加させていただくこともできました。改めて神様がこの祝福を受けるためにこのキャンプの場所に導いてくださったということを実感しました。喜びを感じた瞬間でした。今日は最後までお聞きくださりありがとうございます。またクリスチャンの寄り道でお会いしましょう。さようなら。